皆川隆世は、安土桃山時代から、江戸時代前期の旗本、大名。日立府中藩、第二代藩主。下野国の戦国大名皆川広照の子。大阪夏の陣で、井伊直孝隊に属し、活躍したことで知られる。徳川氏に仕え、慶長5年、徳川家康が大阪から反抗的な上杉、景勝の討伐に向かった際には、父の皆川広照と共に、大田原城に派遣され、徳川方の大田原春清、大関志蔵に加勢した。その後、下館城主の水谷勝利らと共に、上杉方の佐竹義信に備えるために、鍋掛村に駐屯した。同年の関ヶ原の戦いでは父、幸寺氏は鍋掛村に駐屯したままだったが、隆一さんは徳川秀忠軍に属し、同年8月24日には宇都宮を出陣している。慶長14年10月27日、松平忠輝と対立したことが原因で、父、幸寺氏と共に改易された。慶長19年の大阪冬の陣では、井伊直孝隊に属した。慶長20年の大阪夏の陣でも引き続き井伊直孝隊に属し、5月6日に大阪城南部の和解で木村重成の軍勢と衝突。井伊勢は大損害を被ったが、重成の軍勢を壊滅させることに成功し、隆一さんは敵方の首級を得るなど功を挙げた。この時、隆勲の従者たちも敵方の首級を得ている。5月7日には、井伊直孝隊は、徳川秀忠軍に属し大阪城下の岡山で、大野晴房の軍勢と戦っている。晴房の軍勢は、秀忠の軍勢の先鋒を破り、秀忠の本陣に迫ったが、隆勲が属する井伊直孝隊の奮闘をよって撃退に成功している。その時の隆勲の活躍は、寛政十州諸家府の皆川系図に、七日味方少し破るるといえども、隆勲その場を退かずと記されている。それらの功績によって、元和9年、父と共に赦免され、常陸行方軍に5000石の所領を与えられて、徳川家光に仕えた。寛永2年、父の隠居によりその所領1万石も継ぎ、合計1万5000石を領する大名となった。この時、弟の宗富に1700石を分与している。寛永8年、4000石を新たに、近江浅井郡内で与えられ、合計1万8000石を領する大名となった。正保2年3月2日、死去。享年65。家督は、長男の成享が継いだ。枝幾夫、下野長沼市、ISBN 978-4-864030-649。ありがとうございます。